弾頭公開のラストも、この男が締めたでな山崎康明投手、25が25日、横浜市の球団事務所で契約公開交渉を行い、7000万円増の年俸1億5000万円でサインした。1年目の1500万円から10倍となり、プロ4年目としては球団史上最高額となった。3シーズンほぼ守護神を務め、通算96セーブ。 あと4つと迫った日本人史上最速100セーブに大きな弾みをつけた。金額は推定クローザーの出番はやはり最後の最後だった。チーム55番目の契約公開交渉に臨んだ山崎港は年俸1億5000万円でサインをして締めくくった。1年間やってきた結果プロ野球選手は数字で評価される。10分評価されて、 こういう額になったと思う出してもらった額には納得している。球団の評価を冷静に受け止めていたが、7000万円増は今オフ、チーム最高のアップ額だった。会見場に用意された角松に書かれた、芸春の文字通り、一足早い春が訪れた。14年ドラフト1位で入団し年俸1500万円から3年間で10倍に昇級。 4年目での1億5000万円は球団史上最高額になる。チーム最多68試合に登板で26セーブ、19ホールドポイント。防御率は1.64と1点台をキープした天一時は抑えの座をパットンに譲ったが1ヶ月で再ダッシュ。誰よりも守護神としてのプライドを持っている。あと4つと迫った日本人史上最速での通算100セーブも通過点に過ぎない。 絶対的守護神を目指してやっていきたいチームが優勝するためにはそれが不可欠。年間通して不動でいきたいと、来季は一度たりとも譲るつもりはない。チームの20年ぶりリーグ制覇に導くクローザーとなれば、おのずと日本記録も現実味を帯びてくる。今季、パ・リーグ MVP のソフトバンク、サファテが持つ日本記録54セーブ。その数字を聞き、 少し苦笑いをしながら言った。人間なんで失敗もありますしなかなか難しいけど、彼、サファテを目標にしたい。シーズン終了後はほぼノースローで回復に努めている。まずは温泉に使ってリラックスしたい胴上げ投手になるイメージを持って、来年は戦う。今は体を休めて迎えるプロ4年目の来季、もっと高くジャンプする。 開き括弧コくんだしげるカオルテン山崎港が7000万円増の1億5000万円で契約公開。デナで入団4年目での年俸1億円到達は、零々年川村、1億円についで2人目で、1億5000万円は球団最高額。